皆さんこんにちは、ボーカリストのケンです。今日は禁酒3日目ということでですね、おかげさまですっかり肝臓の痛みはなくなりました。やっぱり原因は明らかですね明らかにお酒を飲みすぎでした。でもう本当にね、もう押しても痛くない、全然。そうだからもうこれはあれだね、だいぶ炎症は引いたかなっていう感じで、今すぐにでもですね、そこにあるんですよ、ジャックダニエル。今すぐにでも飲みたいんですけど、我慢します。ということで今日はですね、このアルンドゥズラってですね、これオーストリアですごいメジャーなジュースなんですよ。聞いたところによると、ハーブの炭酸飲料、ハーブレモネード的なやつらしいです。で、僕多分1、2回飲んだことあるんですけど、あんまりね、美味しいと思ったことないんですけど、ちょっと久々にこれも飲むので、ちょっと正直な感想ですね、皆さんにお伝えしようと思います。よいしょ。いただきます。ああ、独特、なんか リンゴみたいな、リンゴ入ってるのかな、これ。どこにもアップフェルとは書いてない。まあでもジンジャーエールにちょっと近いかな。ということでですね、昨日は、ウィーン立立音大の受験について、お話しさせていただいたんですが、今日はですね、在学中にたくさんオーディションを受けたんですけど、そのオーディションのですね、いろんな経験したことを皆さんにお話しさせていただこうかなと思っています。で、実はですね、僕最初に受けたオーディションがレハール音楽祭のオーディションだったんですよね。で、それはオペレッタ科に入って割とすぐ、まあすぐって言っても半年くらい経つだと思うんですけど、それぐらいの時に先生からこういうオーディションがあるから受けてみなって言われて受けたんですけど、それがですね、会場がですね、グラーツ音楽大学だったんですね。グラーツは電車で、ウィーンから2時間半ぐらいだったと思うんですけど、確か。で、電車で行くんですけど、途中でね、すごく綺麗な、センビリング鉄道って言ってですね、世界遺産になってる風光明媚な風景なんですよ。で、あ、綺麗だなと思いながら電車で行っててですね、グラーツに向かってて、で、そのオーディションはアリアを2曲用意するってですね、で、電車の中で楽譜見てたんですよ。そう、歌詞確認してて、で、まあ何回も歌ったことある曲だから、まあ大丈夫だよなと思って、見てて、で、その見た楽譜をですね、電車の網棚みたいなのがあるんですけども、前の座席の後ろのところですね、楽譜ファイルを置いて、で、なんか眠くなって寝ちゃったんですよね。で、起きて、あ、グラーツ着いたと思って、で、グラーツ音楽大学って Google マップで調べて、あ、こっちはこっちはっつって、グラーツ音大着いて、まあなんか適当に部屋入ってですね、声出してたんですよ。で、ちょっと曲確認するかと思って楽譜を探したらですね、楽譜をですね、電車の間に忘れてきたんですよ。あれに気づいた時の、その僕のその絶望感僕はもうその曲アンプしてるからいいんだけど、ピアニストがそれ見て弾くんですよ。で、どうしようと思って思いついたのが、楽屋行こうと思って、で、楽屋行って買って、同じ楽譜があれば、まあ、グラッツって言っても大きな街なので楽譜あるだろうと思って楽屋に行ったんですよ。したらですね、2曲のうち1曲の楽譜あったんですけど、片方がなかったんですよ。あ、ないわと思って、で、オペレッタのコーナーみたいなね、いろんな楽譜見てずらーっと見て、あ、これアンプしてると思って、1曲アンプしてる曲があったんで、それに急遽曲を変更して、その楽譜を買って、だから2曲楽譜買って、で、それ持ってたんですよ。で、結局まあその2曲を歌って、合格できたんですけど、あれは本当にヒヤヒヤしたな。まあ自分がアホなんですけど、で、まあ私の失敗談といえばですね、一回ですね、ザルツブルグの祝祭劇場っていうすごい大きい劇場っていうか、まあ劇場
ていうかホールっていうか、まあ、そういうところがあるんですけど、そこでバーンスタインのですねミサをやるっていう企画があったんですね。でそれのオーディションも、先生からもらって、で招待状をもらってですね、受けに行ったんですよ。で、まあ、僕バーンスタインご存知のとおり好きなので、もう絶対やりたいと思ってですね、入念に準備して、でバーンスタインのミサっていう作品なんですけど、これがですね、まあ、ミサなんだけど、いわゆるそのクラシックのミサ、まあ、バーンスタインはクラシックの指揮者なんですけども、作る曲はですね、まあ、結構ジャズとかですね、そういうところからいろんな要素を取り入れていて、すごい面白い音楽を曲を作っていて、でそのミサもバーンスタインのミサもですね、なかなかリズムが複雑で、もう本当に、途中で取れなくなったりするような曲なんですよね。でですね、まあ、僕はバーンスタインといえばやっぱりウエストサイドストーリーとかですね、あとキャンディードっていう作品もあって、その2つの作品から、テノールのソロのナンバーを何曲か持ってったんですね。でウエストサイドストーリーからですね、まあ、僕マリアって曲を、YouTube にアップさせていただいたんですが、もう1曲ですね Something's Coming っていうですね、かっこいい曲があるんですけども、そっちを持ってったんですよね。でまあマリアはまあいいかなと思ってですね、キャンディードの方でゆったりとした聴かせる曲を持ってったので、まあ、マリアはいいやと思ってウエストサイドストーリーの Something's Coming とキャンディードから1曲持ってったんですね。そしたらですね、オーディションでマリアを歌えるって聞かれたんですよ。で、要せばいいのに僕はその時になぜか歌えるって言っちゃったんですよね。で、しかもですね、運がいいのか悪いのか分かんないんですけど、僕スコア持ってたんですよ。以前ルーティン動画でお見せした全部曲入ってる楽譜ですね、本になってる。でそれを持ってって Something's Coming を歌ったので、マリアそこに楽譜あるんですよね、その中にで僕もマリア、まあ、歌ったことがあるからまあ歌えるかなと思って軽いノリでですね、あ歌います歌いますっつって、じゃあぜひぜひ歌ってくださいって言ってですね歌ったんですねまずもう歌詞が全然間違いまくりで、で歌詞はまず間違いで、音の入りも間違える、でリズムも間違えるで最終的に、一番決める最後の方にベーの音ですね、決めるところなんですけど、そこで大失敗っていう最強にやらかしたオーディションがあってですね、もうあの時のオーディションの空気感、あれはちょっと忘れられないね。まあで、まあ、オーディション終わってですね、まあ、ありがとうございましたっつって帰って、でまあもちろんオーディションは不合格だったんですけどあれはちょっと失敗したなと思いますけど、まあそんな失敗なんていうのはですね、いくらでもあってですね、まあそんなことは大したことじゃないので、もちろんまた同じようなオーディションがあれば呼んでもらえますし、まあこれからもいろいろガンガン挑戦していこうと思います。ということで今日は、オーディションについて、お話しさせていただきました。でですね、明日はですね、僕が毎年出演させていただいているドイツツアーのお話をさせていただこうかなと思います。まあドイツっていう国はですね、大きくてですね、本当に各都市に劇場があってですね、ツアーは全部で45公演やるっていう、まあすごい大掛かりなツアーなので、そこで経験したこととかですね、どういうふうにこうツアーを回っていくのかとか、まあそんなことについてお話しさせていただけたらなと思っています。ということで今日もご視聴ありがとうございました。また明日お会いしましょう。